どうも、シュートです。さあ、今回なんですけれども、ちょっと私、悲しんでおります。まあ、それはなぜか。まあ、サムネとタイトル見ての通りなんですが、まあ、今回はこのメッシ選手の動画でしたね。なんですが、合計で4試合撮りました。1、2試合目と3、4試合目に分けて、2本の動画で撮ったんですが、見事1本目の動画が、なくなっておりました。だからもう冒頭の部分も消えちゃったんで、じゃあもう一回、やります。どうも、シュートです。さあ、今回なんですけれども、こちらのアイコニックメッシ、新しく登場した、プレ4の特典で来てた、最強メッシを使っていこうかなと思います。はい、もう使いましたけどね。身長170センチで、レベル上限が46と。で、レベルマス総合値103ですね。で、まあ、適性はこんな感じで、まあ、能力値こんな感じですね。まあ、補正かけると本当にエグいですね。まあ、前回のプレイヤーパックと比べて、まずいいなって思う点は、グランダーパス、フライパスが95を超えてると。まあ、ここが95乗せたのは本当でかいっすよね。で、まあ、スピシュン99ということで、ここ2つ乾燥してるのもエグいっすよね。今、補正かけてなくても98、98なんで、まあ、本当に足の速いメッシなのかなと思います。まあ、逆足頻度精度が13で、コンディション精度8で、まあ、スキルが優秀っすよね。ダブルタッチ、足裏コントロール、根下コントロールループ、ミドル、ドロップ、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、PK キッカーということで、もう PK キッカー以外全て優秀ですね。で、チャンスメーカーということで、で、まあ、今回はヘルベルト監督疑似 3CF の右 CF の位置で使っていきました。まあ、動画内で3試合目、4試合目って言ってるのは、1試合目、2試合目だと思っていただいて、まあ、これから3試合目だけ撮っていこうかなと思うので、よかったら最後まで見ていてください。それではね、早速見ていきましょう。はい、じゃあ3試合目ですね。まあ、1、2試合目は結構カットしちゃったんで、まあ、ちょっと3試合目は長めにやれたらいいかなと思っております。まあ、1、2試合目使った感想ですね。まあ、やっぱ理不尽さはそんなないんかなっていう感じはするんですけど、まあ、やっぱ扱いやすさ、まあ、決定力もすごいし、パスも非常にうまいし、まあ、ドリブルも結構スピーディーな感じはするかな。まあ、扱いやすさが本当に一番でかいかな。こういうところのパスのうまさとか。まあ、疑似 3CF の一人にこういうパス上手い選手を置けるっていうのはありがたいよね。まあ、ラッシュとかルンメニゲとかをまあ僕は結構メインで使ってるんですけど、まあ、パス詰まる時がよくあるんですね。いや、もうちょっと前にしっかり足に合わせるパス出してくれたらいいのになっていう時が多々あるんですが、まあ、メッシだとそんなことも少ないかなとは思うので、まあ、そういうとこがやっぱり利点ですよね。一回こっち。で、メッシ。さあ、ここで何ができるか。1個、ラモス、もうちょーん、全然かわせへん。まあ、やっぱスッと入られちゃいますよね。もうそこはね、やっぱ身長が低いのはもう仕方ない部分だと思います。だからドリブルとか、まあ、結構やりやすいからといって、あんまりさせない方がいいんかもね。で、3試合目も結構カット大幅か？はい、いいパス。やっぱパスやね。この人パスやわ。まあ、僕、ドミンゲスに、バティストゥータかな入れてるんですけど、ラインブレーカー2人とバティストゥータみたいな感じで組ませてるんですけど、やっぱアクセントになるんですよね。そういうラインブレーカーじゃない選手を1人置くことによって。さあ、メッシ。お、足早い。こっち行って、ダブルタッチ。いや、いい。いや、いいわ。すんばらしいね。使用感はほんといいわ。あとほんと理不尽さに欠けるっていうだけ。まあ、違う面での理不尽じゃない、なんて言うんだろう。使用感の面でのなんか使いやすすぎて理不尽みたいなとこあるんやけど、まあなんか体の理不尽、強さの理不尽っていうのはマジでない。まあそれはもう分かってたことではあるんですけどね。まあもし来作フィジカルゲーじゃなくなって、まあこういうメッシが輝き出したら、もうなんていうんかな、最高峰にいるわけで、やっぱこういう低身長でドリブルしやすくてパスも上手いみたいな、で決定力もあって抜け出しも普通にいい、オフェンスセンスも高いみたいな、ほんと最高峰の選手なんで、そういった面では超いいのかもしれないですね。来作に期待。はい。はい。いや、いいわ。はい、じゃあ93分ラストっすね。さあ、メッシ。受けて。おっと、入って止まってる。じゃあ、こっからもう今回打っちゃえ。いや、ナイス。で、まぁ、あ、ちょっと最後ずるかったけど、まぁ、あ、ハットトリックと。で、2アシスト。いや、いいっすね。パス成功率も高いね。もう完璧やん。はい、じゃあラスト3試合目頑張っていきましょう。いや、ブー、いや、ユニがエグい、ユニがエグい。全然見えん。マジで見えん。なんだこれ。なんなんだこれ。はい。やめし。ナイス。なんだかんだね、やっぱ環境に適してないとはいえど、なんか1、2試合目、3試合目もすべて結果は残してるんですよね。そう、結果残されてやっぱ使わざるを得ないかなっていう感じはするん。はい。はい。さあ、ビエラをいなして。で、あんまり寄せられると取られちゃうんで。いや、もうマジでわからん。どうなってんのこれ。守備はまだちょっと、もうどっちも無理や。攻撃も守備も無理や。アイベディアシレから、ラッシュ。はい。ルンメ逃げ。さあ、メッシ。こっから根下入るんじゃない？いや、強すぎだろ。ちょっと根下の鬼すぎません？だ、こんな結果残されたら俺使うって、さすがに。
さすがに使うって。なんか 1,2 試合目の時よりもなんかまたさらに使用感上げてきて、なんかもう本当にどのスカットにもとりあえず入れとけみたいなもうそんな感じはしてるな。普通にやばいわ。まあ、もちろんね、前線は今もう他のアイコニックとか FP 選手で足りてる状況ではあるんで、まあ、ラッシュかメッシどっち引くならいい、ん？ラッシュかメッシ引くならどっちがいいですかっていう感じなら、まあ、僕は完全にラッシュを押すんですけど、メッシいいな。はいはい。ああ、もう全然上がってきたと思ったらロブソンやったし、相手のな。やっぱこの人はね、使わないといけない気がしてきた。本当に普通にトップクラスに強いわ。ここも入るんじゃない？いや、その緩さは無理よ。まあ、前半は2対0ということで。いや、ちょっとね、根幹全部入ってない動画で。その直前で根幹ミスってましたけど。入るわっていう位置なら全部入る。いや、これは、取るべきっすわ、皆さん。ちょっとぜひ取ってください。ちょっと使用感がね、今作の環境を完全に無視してます。いや、今のもビエラ足伸ばさんかった、あったぞ。はい、ナイスパス。いや、いいわね。俺結構ね、溜めるドリブルするとき黙る癖があるんですよね。ちょっとごめんなさい。めちゃくちゃ集中しちゃった。なんかまあスピードの恩恵っていう部分はそんなになんかあんまり感じてないけど、今のところは。あ、でもこの抜け出しとかいいね。あ、まだおったわ。ほい。さあメッシー、こっから。あー、ちょ、なんか今回打ちすぎやな。ちょ、本当にユニがわからんわ。さあメッシー、これやな。下の選手やな。さあフライパス。いや、ナイスパスすぎんのよね、マジで。いや、惜しい。やっと輝けるメッシが登場してくれたね。今までのパックメッシとかでも十分に強かったんですけど、なんか今一つ物足りんかった気がしたけど、今回のはちょっとバグってるわ。いや、惜しい。来た、メッシ来た。おい。いや、強すぎるわ、ちょっと。やっとなんか使い方分かってきた気がする。まあ、4対0ということで対戦ありがとうございました。いや、使いやすかったな、4試合目特に。ちょっとやばかったっすね。まあ、当たり前のマンオブザマッチ。3ゴール1アシスト。ちょっとやばいかもな。はい、では、お怒りのシュートさんにお戻りいただいた方、お帰りなさい。さあ、5試合目かな、やっていこうと思います。さあ、もうね、エンディングとかも撮っちゃってるんで、もう本当に言うことは、そんなにないんですが、まあ最後にね、エンディングを見ていただければなと思うんですが、まあやっぱ得点力とか、まあその辺がすごいいいっすよね。あと監督がどうしても本当にポジションの監督なんで、抜け出しっていう部分がね、あんまり見れないんですけど、まあそれでもいいところにいてくれてるからこそ点も取れてるし、いいパスも出せてるし、みたいなとこあると思うんで、あかん！よくない、危ない。さあ縦当てて、メッシ、根幹。いや、もう素晴らしい。うわー、惜しい。もう根幹はね、もうほんまさっきの2試合で見せれたんで、そんな打たんでいいか。もうマジで今回グかったっすよね、普通に。はい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 、ラッシュ。もう打っちゃえ。えぐすぎー。いや、あなたの動画じゃないんですけどね。あなた、まあまあまあ、でもね、今週登場したんで。まあ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 、それはいい活躍なんじゃない？これでラッシュ取りたくなった人も、まあ、1、2名は多分いるでしょう。さあ、メッシ。メッシの動画なんですけどね。さあ、メッシ。ここ、俺、こことダブルタッチ得意よ。うん、全然あかんかったわ。あ、でも前半は 1-0 っすね。まあ、メッシはパスしてアシストしただけなんですけど。やっぱ結構こういう素早いタイプは後半の方が刺さるんかなって思いますね。まあ、でも後半、スタミナもったいないよな、そう考えたら。スタミナ結構豊富にあるんでね。そこも活かしていきたいし。起用は難しいな。はい、メッシ、かわす？いや、良すぎん、マジで。いやー、惜しい、ナイスパスかなと思ったけど。マジでかわしやすいよね。やっぱ多少キーパー出すのって、あ、もうえぐいえぐいえぐい、もうほんまにえぐいわ。やっぱ上入れて最高よね。いや、まあメッシをそのままにして、モラタとジェズス入れていこうかな。まあこうでにしようかな。はい、こうビエラでメッシで、はい、モラタの抜け出しを見逃さない。もう一回受けてかわして左足。いやー、当たるかー。はい、ジェズスに預けて、メッシ空いた？いやー、ナイスパース。さあ、こうメッシに預けます。一回はたいて、一回ジェズス使います。で、モラタ使って、ジェズス使って、メッシで、メッシのタッチの細かさからのこのループパス。もう神すぎんかね。やっぱいいよ、メッシは。すごくいい。もうすごくいい、すごくいい、すごくいい。もう結構喋り終わった後にもう一回撮り始めてるから、マジでろれつがもうあかん。さあ、メッシ
やっぱスタミナあるね。最後まで行ってくれるね。はい。いやもうパス良すぎ。はい、ナイスー。ではまあ取り終わったので30分ほど前のシュートさんにお渡しします。それではやってください、どうぞ。いやちょっと根下が入りすぎてスピシュンとかももっと見たかったんですけど、まあ、もちろんドリブルめちゃくちゃしやすかったからそれはスピシュンの影響もあるんでしょうけど、ちょっとメッシ強いな今までちょっとね毛嫌いしてた部分はあったんですけど、メッシめちゃくちゃいいっすね。一番感じたのはグラッパフラッパの部分、補正かけると95乗るんで、ここがねやっぱ他のフォワードにはない部分だと思うので、ちょっとギジ 3CF の一人にメッシ入れるだけで、まあ、非常にアクセントになってくれるんじゃないかなと思いましたね。まあ、スキルも優秀やし、まあ、何より根下がすごすぎたね。で、まあ、そういう意味で決定力もあるし、足も速いし、まあ、抜け出しっていう部分は、まあ、この監督がどうしてもやっぱりポジションの監督なんで、まあ、抜け出しも少ないということで、まあ、監督にもよると思います。本当にカウンターとかロングパスの監督使えば、もっと抜け出してくれる気がするんで、いや、ちょっとこれは獲得すべきなんじゃないかな。結構身長低めでフィジカル弱い選手には僕は結構辛口なコメント残すんですけど、まあ、確かにその部分もありました。身長低くて背負えない部分もあったんですけど、それでもちょっと獲得して使うべきかなと。いやちょっとね普通に強すぎますね。まあラッシュフォードも持ってないんでどっち引くか迷ってますっていう方に関してはラッシュフォードをお勧めしたいですが、余裕あるならメッシもマジで最強クラスに強い数値はしてるんで、ぜひ取ってほしいですね。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。